者の島はどこだ。ここ天竜ということでね、今回は視界に入るべくね、またちょっと大きな障壁がありましてね、それを取っ払うため亡者の島っていうところに行かなきゃいけなくなったんですよ。で今回そこからやっていかなきゃ、どこ、それで亡者の島っていうところに、あ、ここか、ここですね。さあ今回はここです。ちょっとアイテム取りながらね、ちゃんとやっていこうと思います。あれ、なんかガラエの思い出の品っていうのをね使うとね通れるようになるらしいんだけど、ここは違うのかな。ここにアイテムあるっぽいけど、あれないね。え、もう取っちゃったっけ、どうだったっけ。まあいいや、とりあえず先に進むぜ。敵は出てこないのかしら、ここは。これは？あ、敵だ。久しぶりにちょっとね、ラディウスじいちゃんを連れてきました。よし、頑張ろう。お、いいね、あそこまで強くない。通常攻撃でビシバシと。お、いいね。あ、ないない、おー、びっくりした。ない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 。あ、ここが通り道になってんのね。で、こっちがね、先に進むルートだ。で、アイテムがね、もう一個取れるからね、ちょっとそれを取っていきたいと思います。あ、なるほどね。燃やしてあげるとあれか、こう敵を倒して。こいつもなんか爆弾みたいなもんだから、それでアイテムが取れるって仕組みか。なるほど。まあ、ちょっと先進むかな。さあ、ここで、思い出の品だっけ？これをね、使ってあげるといいみたいなんだけど。そんなことない。あ、でも戻ってきてない。あ、どういうことだ。あ、ここか、なんか鏡みたいなとこで先に進めると。ここもあれか、ボマーがないとダメか。あの敵、爆弾のような。来い。これどうすればいいの？これ、誘導すればいいのか、君を。君おいで。こっち行っちゃったよ。さて、じゃあここの鎧に火をつけると、バトルになるみたいですね。鎧の正体みたいな感じか。なんかあのレアなアイテム落とすらしいんだけど、まあとりあえず戦えたらいいかなって感じね。悲しみの波動って、あ、攻撃力ダウン、あ、気合い、防御力アップ。ほー、エレメントで攻撃してた方がいいかな。
じゃあフリーズ。あ、でも闇だから光の攻撃が良かったか。あ、でもいいね、食らう食らう。はい、この辺強くないといけない。143フリーズ、いいね。お、いいじゃん、ぐったりしてる。あ、本当だ、なんか全然効かないね、普通の攻撃。ちょっと防御するか、防御。うん、オッケー。ウェルメントで倒せないかな。グライドフック、あ、効かねえ3、うん、刀身当て、おじちゃんタック、ブーン。あ、効かないね。ハイプロテクト、さらにちょっと防御上げてきたわね、怖っ。リカバー、ティアラすっか。オッケー、とりあえずレベル上げて、あ、やった、倒した、ありがとうございます。あー、ゲットできなかった。これね、ちなみにあのレアアイテムなんか虹色の貝殻っていうのがゲットできるみたい。まあ、いっか、黄金のティアラっていうのをゲットしたので、これはちなみにアクセサリーかな。あった、金ピカのティアラ、魔法防御上昇。へえ、さて、じゃあ先に進みますか。ラディウス山猫つくよみ、この者たちの永遠の眠りを妨げることなかれ。え、ガライ、あの日のことは一日たりとも忘れたことはない。わしはあの剣の魔力に打ち勝つことができなかった。まさかこんなところにあのグランドリオンがあるとはな。ガライ、あ、お前なんかなんか別になんともねえぜみたいな感じでさ、この剣持ってたけどやっぱりって感じだったよな。これで俺が竜騎士団一の使い手だ。やったやったぞ、はははは。なんだ俺は一体何を、なんだよ何を。ぬわー、ぬわーだとパパスになりますけどね。剣によって正気を失っていたとはいえ、あれは確かにわしの感情じゃった。ガライにかなわぬ、勝ちたい、その思いが生んだわしの、かつては魔王の闇を払いし聖なる剣とまで言われたグランドリオン、所詮は殺し合いの道具でしかないのか。すまぬと思うな、ば我が手にかかっておとなしく死ぬがいい、裏切り者め。あー、でけえ、やっぱわ、ガライの亡霊か、まさか。聞いてくれガライ、呪われた魔剣を封じるためイルランザーが必要なのだ。ならばイルランザーにお前たちの意思を伝えるがいい。剣士なりのやり方でな、お前たちは私を乗り越えて進まねばならぬ。自らが善と信じることをなすためにも、悲しみと痛みを伴わずにはいられぬのか。迷いは無用、アカシア竜騎士団の誇りを見せるのだ。来いラディウス。はい、ということでボス戦です。ガライ戦お願いします。あ、めっちゃ強そうとりあえず通常攻撃どう？うん、
だとさ、なんかバフデバフとか使っていきたいよね。お、いいんじゃない、定時間攻撃力ダウンウィーク、いえ、いいぞ。一定時間っていうのが怖いけどね。やっぱスカラーとかあれ系は強いの。ちょっと待って、おい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 、おじいちゃん、よし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 、わ強いな。うーん、つくよみあれかな、回復に専念させた方がいいかな。ちょっと待って、おー強い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 、わーちょっと待って、強いよー。2全体回復入れたいな。3、うん、リカバー、よし、おじいちゃん、あ、これいいじゃん、イーグルアイ、よし、命中率アップで通常攻撃、お、いいね、105、ミルブレイク、何これ、ちょっと、やばー、おい、ちょ待て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 、これは聞いていないぞ、よりによって主人公か、あ、ちょ待て、あ、よかった、これ逃走でいいのこれ、あ、やり直せる、もしかして、おおおお、やり直せるんだな、はい、え、でもこれ主人公死ねる、あー、よかった、生きてる生きてる生きてる、一発でも攻撃食らったら終わりやなこれな。ちょっと待って、これ、あー、よかった、主人公じゃない、怖い、エレメントヒール、そうだな、ヒール使うしかないなこれは、よし、ちょっと主人公の回復に努めよう、ここはケアラ、はい、ちょっともったいないけどね、ちょっとまあ全体回復は取っといてですね、よし、 OK、 三連斬り、いや強いなこいつ、何これ、攻撃が痛いんだが、え、なんかバフデバフ入れた方がいいねこいつ、攻撃が強い、いやーやばいなこれ、でここでウィークだな、一定時間攻撃力ダウン、どれぐらいの時間デバフ入るのかわかんないけど、よし、さっき300いくつとか食らったもんね、マジアホやんあれ、25、30、30、いてよかった、まだつくよみだとか、よかったわ、リバイブ、はい、オッケー、いいぐらい、どうしよう、使うか、よし、
私ヒルミンのやここ。あー怖い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 。あ飛行機。これかな、あのチョークさせた方がいいのかな。もうウィークをさもっとたくさん買ってきてさ。あなた光属性だもんね。あれかもんじゃん。あーちょ待って、来た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 。おお。じゃあつくやみとかと相性いいのか。ちょっとキャッツレード使ってみる。闇攻撃だったら効くかな。おいいじゃん213。おじいちゃん回復しよう。オッケー。防御。お、いいね。どうよ。お、いいね。じゃあ防御。え、防御。よしよしよし、ナイス防御。怖えー。あーできた。おーナイス防御してたからやな。ナイスじいちゃん。どうしよう、これは黒の攻撃で攻めてた方がいいか。グライドフック。はい。まだぐったりしないのね。おじいちゃんちょっと回復したいね。ケア。もう回復もあんまりないんだよな。おじいちゃん。回復。グラビトン、ヘビーブロー。グラビトン使うか。105。お、防御だな。防御よし。6、マナコール。あ、マナコール使ってからの方が良かったかもね。やっちゃったかも。ヒールウィンドはまだいいか。フリーズ。お、162。お、ぐったりしたぞ。いいぞいいぞ。おじいちゃんもここはちょっと攻撃に。あー、おー怖い。パーン。ヒール。まずい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 。あ、もう回復ないか。回復したいんだよね。じゃあヒールを、はい、ちょっとでもちょっとでも。よし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 。防御防御。いやー、はよ倒したいな、これ。つくやみの攻撃で5。あ、これまあ、よかったのかわかんないけど。なんか防御力アップ使えばよかったね。
待って、みんな回復だ。これが最後の回復だ、多分。大切に使え。あー、ちょっと待って。おー、よかった。ボス戦の前にさ、セーブポイントもないからさ、ゲームオーバーになったらもう一回入り口からやり直しなわけですよ。いや、よかった、勝てました、ありがとうございます。じゃあイルランザをゲット。さあ、これで視界に入るような。わしはずっとお主のせがれにならいつ切られてもよいと覚悟しとったよ。ダリオ亡き今、いつかグレンがその役目を引き受けてくれるやんもしれん。しかしどうやらわしにも最後まで見届けねばならぬことができてしまったようでな。もうしばらく待ってもらうことになりそうじゃ、すまんながらよ。戦士がらいここに眠る永遠の夢を妨げることなかれ。よし、ということで、じゃあ今回はね、ここまでにしておこうと思います。いや、なんかゲームやってたら気持ち悪くなってきちゃったちょっと休もうかな。特にあれだよね、イベントないですよね。ちょっと待って、モンスターが怖い。はい、じゃあ終わりにします。お疲れ様でした。